動開始よ。行くぞ。これで癒されます。僕の番かな。行くわよ。当たって。行きますよ。早く終わらせてください。あいた、見てなさい。これでも食らいなさい。ひどいです。さあ、我慢できない。行くぞ。任せて。癒されます。倒してくる。勝ちました。僕の番か。任せて。すごくいい。行く。この私の番ね。えい、やりますか。行くわよ。思いっきり行くわよ。ちょっと待ってました。無理しないでね。行くぞ。僕の番任せて。このやりますか。行くよ。無理しないでね。行くわよ。頑張るぞ。任せて。癒されます。行く。強い。完全勝利だね。どう？私の番ね。当たって。この感じ。これでも食らってください。出番ね。だるいです。
気をつけて。緊張するな。ありがとう。待ってられない。眠いの。私の番ね。はやりますか。戻りたいです。緊張するな。任せて。いい感じです。倒してくる。当たれ。行くわよ。覚悟しなさい。だるいです。ひどいです。行くわよ。思いっきり行くわよ。やだ。あたしの番だね。無理しないでね。緊張するな。癒されるわ。やりますか。早く終わらせてください。ひどいです。行くわよ。いつでもいいよ。待ってて。いい感じです。ねんねの時間。私もう許さないわ。これでもくれ。慣れないわ。Thank you.
たわね。いつでもいいよ。これで気持ちいい。待って、なれない。眠いの。行くわよ。当たって。この感じ、これでも食らってください。この感じ、うわ、待ってなのよ。だるいです。おしまいよ。行くぞ。任せて。行く。行く。ねんねの時間。行くわよ。はあ。だるいです。それ。1、2、3。見てなさい。思いっきり行くわよ。片付いたわ。
行くぞ。倒してくる。当たれ。私の番ね。覚悟しなさい。だるいですか。出番ね。思いっきり行くわよ。片付いたわ。気をつけて。いつでもいいよ。返してくる。ねんねの時間。任せて。覚悟しなさい。行きますよ。だるいです。痛い。出番ね。思いっきり行くわよ。さあ、我慢できない。逃がさない。僕の番か。おっとだ。行く。行くわよ。覚悟しなさい。だるいです。早く終わらせてください。痛い。見てなさい。これで食らいなさい。私の番だね。頑張るぞ。おっとだ。返してくる。行くよ。そこだ。私の番ね。やりますか。お疲れ様でした。書いてあるの？見せなさいよ。お母さんの持たせてくれる携帯食料は幸運が考えられや、
今日は隊長と二人で探索に出るところを発見され、どう見ても愚痴ですね。お母さんってよっぽど口うるさい人だったんですね。わらわなんか叱られてばかりになる気がします。あんた自分のことをよく。わらわのサボりは主義なので、主義と主義の仁義なき戦いになり。ああそう。でもそうね、どちらかというとこれを書いた人がとてもかわいい。ええ、愚痴を吐き出してるというより日々あったことを仕事の合間に書い。うん、そうだね。なんていうか、そうですね、この人のお母さんに対する優しい気持ち。なるほどね、二人で探索なんて勇気あるわよね。それは私も思う。でもそんなこともいたずらが見つかっちゃったみたいに言ってるの。確かに楽しい人だったんだろうな。そうだね、もういない人なんだろうけど会ってみる。うん、いらっしゃ。何を売ってくれるのかい。どれでいいのかい。他に何を売ってくれるのかい。どれでいい。他にどれにするんだい。他に何を売ってくれるのかい。他に何。また今度ね。これを破壊すればナイトメアとも渡り。本当、見てなさいよグーダラ姫、私たち。ナイトメアだ、僕たちを追ってきたんだ。大丈夫、まだ距離がある。みんな奴が来る前に。やっぱり出たわね。カグヤさん大丈夫です。コアを守ってるメルヘンです。そんなものが。待ってなさい、あんたなんて瞬殺してコアをぶっ壊してやる。かぐや姫、私の後ろに。行くよ。油断しないでね。僕の番か。やめろ。倒してくる。またね。任せて。これでどうかしら。行きますよ。ここで終わり。見てなさい。これでも食らいなさい。僕の番か。もう油断しないよ。ちょっと、ひどいです。僕の番、ねんねの時間。見てなさい、これでも食らいなさい。悪いです。早く終わらせてください。覚悟しなさい。頑張るぞ。
任せて。ありがとう。あっ、私の番だね。顔色悪いよ。倒してくる。ねんねの時間、行くわよ。これでも食らいなさい。だるいです。もう帰りたいです。させるもんか。うっ、つい。無理しないでね。私の番ね。頑張って。倒してくる。この感じ、うわ、あんたなんか消してやる。行くぞ。これで、ああ、いい感じです。僕の番。はっ、いくよ。顔色悪いよ。やだ。頑張るぞ。任せて。覚悟しなさい。あんたなんか倒してくる。いくよ。無理しないでね。行きますよ。もう帰りたいです。ひどいです。頑張るぞ。任せて。行く。僕の番。行くわよ。はあ、あんたなんか行くよ。無理しないでね。僕の番か。やりますか。もう帰りたいです。私の番だね。無理しないでね。おしまいっと。これでも食らいなさい。任せて。これでどうかしら。頑張るぞ。聞いてくれ。今起きた。だるいです。どうにか果てたかね。レベコアを破壊するわ。この音は。大丈夫。コアを壊されてジェイルが悲鳴を上げた。まったく。最初に聞いた時にはびっくりしたわよ。気味が悪い。ジェイルが生き物だって忘れがちですよね。ま、ジェイルが生き物だろうとなんだろうと関係ないし。油断。そっか。無駄話は後。きっとコアが壊されたのに気づいて。そうね。警戒しながら行く。
気をつけて、僕の番か。任せて。癒されます。僕の番。任せて。だるいです。見てなさい。思いっきりいくわよ。あたしの番だね。この。行くぞ。任せて。気持ちいい。来た。打ちのめす。これでも食らえ。やりますか。この感じ。あんたなんか消してやる。やだ。行くよ。行くぞ。これでいい感じ。気持ちいい。かける。はっ。する。完全勝利だね。レベルアップです。うん。
くぞ。させるもんか。倒してくる。この行くわよ。行きますよ。早く終わらせてください、出番ね。思いっきり行くわよ。行くぞ。やめろ。僕の番。このちょっと行くよ。て任せて。やったわ。この感じ。これでも食らってください。片付いたわ。だるいです。一丁上がり。メルヘンの死体ってよくあちこちで見かける。この死体は特に気味が悪いよね。動物たちの場合は先に獲物の内臓を食べれば。動物って。ええ、書庫の本に書いてあった。アリスって勉強家だよね。その読書って向いてるみたいなの。落ち着くというか。わかねえとは正反対だね。私は体を動かしてな、はあ、それにしてもメルヘン同士でも食い合いをするものなのかしら。見たことないけど、まあ死体ってだけで言えばさ、普通の人でも。え、そうなの。うん、特に昔の黎明には強い人がいっぱい。15年前に塔の探索をしたという人たちね。何しろ景色部隊なんてまだなかった頃だから、みんなでどうにかメルヘンたちに対抗して今の黎明の大元。昔の人たちはすごかったんだな。そうね。話を戻すけどさ、昔の黎明の人まではいかなくても。そう、あ、門脇さんは強いですよね。そうだね。ドアなんかは一人でメルヘン退治するのが物好きもいたものです。ま、そんなわけ。これについては何もわからないということね。戦闘開始です。いつでもいいよ。させるもんか。倒してくる。の時間。私の番ね。当たって。だるいです。出番ね。思いっきり行くわよ。完全勝利だね。来ました。行くぞ。させるもんか。倒してくる。任せて。当たって。だるいです。行くわよ。これでも食いなさい。あいた。行くよ。えい。行くぞ。これで。ありがとう。行きますよ。
力を貸します。あとはお願い。私の番か。これでも食らいなさい。倒してくる。倒した。僕の番か。待ってて。すごくいい。僕の番、眠らせてあげる。行くわよ。覚悟しなさい。行きますよ。クレーン、行くわよ。思いっきり行くわよ。行くよ。えい。こんなの軽いです。出たわね。頑張るぞ。待ってて。見忘れます。倒してくる。眠らせてあげる。私の番ね。だるいです。行くわよ。調子。あいた。もうダメ。行くよ。えい。行くぞ。待ってて。行くわよ。ありがとう。
けて、僕の番か。これでいい感じ。僕の番、当たれ。行くわよ、当たって。来た、うん、ああ、来たわ。あんたなんか消してやる。出番ですね。よいしょ。おしまいっと。行くぞ。させるもんか。ねんねの時間。私もうぶちのめす。これでも食らえ。行くわよ。これでも食らいなさい。みんな無事。なれないわ。この感じ。僕の番か。下がってて。待って、なれない。眠いの。任せて。痛いです。見てなさい。これでも食らいなさい。頑張ります。この私の番だね。当然の結果ね。おはよう。頑張って。
さい。これでも食らいなさい。頑張ります。この私の番だね。これで終わりに。どうにか強くなったみたい。緊張するな。すごくいい。倒してくる。眠らせてあげる。私の番ね。覚悟しなさい。痛い。行くわよ。思いっきり行くわよ。完全勝利だね。行くぞ。これで。ありがとう。僕の番。またね。私の番ね。覚悟しなさい。うわ、いた、いた。行くわよ。思いっきり行くわよ。いつでもいいよ。させるもんか。ねんねの時間。行くわよ。
闘開始ね。いつでもいいよ。任せて。いい感じ。倒してくる。当たれ。行くわよ。当たって。出番ね。これでも食らいなさい。出番ですね。お手伝いします。やだ、待ってました。思いっきり行くよ。行くぞ。任せて。癒されるわ。しんどい。やった。待ってました。任せて。ここで使うわ。